本日はですね、こちら辛ラーメンを使って、まあ辛ラーメンを使ってとか、まあこのインスタント麺を使うんですけども、を使ってプデチゲを作っていきたいと思います。で、もう今こちら用意してるんですけど、もう土鍋を使って、まあ結構もう暑くはなってきてるじゃないですか。なんですけれども、ちょっともう今梅雨の時期でね、ずっとジメジメしている中を辛いものを食べて逆に暑さを吹き飛ばそうというね、そういう魂胆です。はい。じゃあ早速作っていきます。で、プデチゲっていうんですけど、基本的な具材は、チゲ鍋の具材なんですけれども、そこにソーセージとか、あとこのインスタント麺。あの、保存食を入れて作るらしいんですよね。あと、ランチョンミートとかを入れていくらしいんですけれども、基本的には。まあ、今回はソーセージをメインに入れたいと思います。はい。じゃあ早速ね、まず具材の準備をしたいんですけど、まあ大量なんでね、ささっとカットしていきます。カット済みのものを買ってるもやしとしめじはさっとやって、えのきもこの下のこの部分をもう袋ごといっちゃいます。で、はい、えのきも適当にほぐしときます。で、お次、しいたけ。で、しいたけも普通にこのね、下のこの部分だけカットして、適当な大きさにカット。こうやってなんか野菜を手早くカットするからあれだね。なんかそんな手間じゃないね。で、ニラ。こちらを、まあカットしてから水洗いしようかな、もう。これも適当な大きさにカットしていきます。まあ、鍋にね、ネギは必須ですよね。ネギ。こちらはまあ斜めに。鍋に入ってそうな感じでカットして、もうまあニラと一緒に水洗いしちゃいます。で、まあ、基本的にこれで野菜のカットは終了ですね。まあ、キノコ類は洗わなくてもいいのでこちらだけね水洗いしておきます。で、今度豚バラなんですけど、豚バラは僕はもうこの丸のままポリッと入れちゃおうと思ってるので、もうこのままでいい。 OK。 これ1/2にカットしておきます。でも基本的にあとはソーセージですね。ソーセージこれ1/2にカットしようかなと思います。これはもうみんな大好きなね、シャウエッセンですよ。はい、これはもう適当に斜めにカット。コクもうまいね。なんかあとアルトバイエルンみたいなやつも美味しいよね。かっこいいよね、なんかドイツ語って。ドイツ語なの？え、知らんけど。なんかでもなんかそんなっぽくない。なんかだってソーセージってドイツじゃん。あ、まさかうん、知らんけどね。コウ君だけは漢字ってことは分かるんだけど。はい、で今回もソーセージはたっぷりめに入れようかなと思っております。基本材料のカットが済んだら、味付けというかね、まず出汁スープ作りをしていこうと思います。ちょっと取り忘れてました。まずこちら土鍋にごま油をひいて、にんにくと生姜、にんにく大さじ1杯で、生姜はその半量ぐらいですねを入れて、まずね、全部入れてから火にかけてあります。僕は、土鍋使うときはね、いきなり火やってからだけってなんかひびが入りそうで怖いんで、一応ね、なんか何かしら素材を入れてから火にかけるようにしてますっていう状況の説明をしていて、ピッチラッと見たらカメラが回ってないことに気づいて急遽行ってます。びっくりしました。まあ炒めつつね、軽く炒めつつ、僕は土鍋の縁に油が回るようにやっております。そしたら火をね、今ずっと弱火でやってたんですけども、中火ぐらいにしてまず豚バラ入れていきます。ちょっとお肉はね、僕香ばしく仕上げたいんで、うち鍋とか作る時もよく、まあもちろんね、普通にそのまま一緒に入れて煮込むだけでも美味しいんだけど、軽くね炒めてあげたらね、より香ばしさもアップして美味しいのでおすすめです。で、一手間なんですけれども、まあ後でも言おうかなと思ってたんですけど、豚肉はここでね、基本油を出してちょっとこんがり焼くんですけれども、その後煮込む前に一回取り出します。で、最後足しまた追加するって感じにして、そっちの方がね、あの豚肉はね、硬くなりすぎないんで、最後ラーメン、あの野菜とか全部一煮立ちさせた後にラーメン入れたタイミングとかで豚肉をもう一回戻してあげた方がお肉が硬くならなくて済むのでおすすめです。まあ、めんどくさかったらずっと煮込んでてもいいんですけどね。じゃあこんな感じで豚肉に火が通ったので、で油もいい感じでできたら、一旦豚肉は取り出していきます。ここにほんの少しだけね、まず唐辛子入れて、でここにキムチ、コクうまキムチ全部入れちゃいます。でキムチ入れたら、これでちょっとね軽く炒めて、でここに豆板醤をまず小さじ1杯ほど入れます。コチュジャン、こちら大さじ1杯、弱火でいいです。この間でここにお味噌です。
お味噌も大さじ1杯じゃなくて2杯にしときます。味噌大さじ2杯で全部入れたら、まずこれ軽くかき混ぜときます。でここにお水ですね、さっきのね使った計量スプーンを洗いつつやれば余すことなく調味料入れられるね。お、1リットルほど。まずこれ500です。でもう500で、ここにだしだです。僕はあのコストコで買ったやつですね。これ1スティック分入れます。量はこれ 1本あたり 8g ですね。でこれで先ほどね合わせたあの調味料とかが全部溶けるまでひと煮立ちさせます。で、辛いのがね結構苦手な方は、先ほど言ってたあの唐辛子とかは足さずに、この段階で味見てもうちょっと甘くしたい時は少しみりんとかねお砂糖を足してあげても大丈夫です。まあみりんがいいかな基本的には。で今この段階だとちょっとねまだ味が濃いかなぐらいで大丈夫です。野菜入れてね、野菜からだいぶ水分が出たらね味は薄まっていくと思うので、ちょうどいいぐらいの味にはなると思うんで、ちょっと濃いめぐらいで作ってあげてください。で味見した感じね、今ちょうどいい感じだったんで、これでねスープは完成です。だったらねどんどん具材を入れていきたいと思います。じゃあね具材どんどん入れていきたいと思います。で僕はもう結構バラバラにしようかなと思ってるんで、もやしじゃない、圧倒的に豆腐、それぞれ具材分けといた方がラーメン入れやすいかな。真ん中に空洞作っときたいんだよね。気にしないことにしました、やっぱり。はい、じゃあもやしとえのき、もうキノコ類どんどん入れていきます。もうババババって入れちゃいます。にソーセージももう入れちゃいます。ソーセージたっぷり。はい、じゃあこの状態で、まだネギとニラ、あと豚肉は足してないんですけども、この状態で蓋をしてちょっとひと煮立ちさせて、かさをね落として水分出させます。一度言ってたら野菜たちはもう煮立ったので、ここに長ネギとこのソーセージ側でいいかな、に豚肉、ニラ全部入れてあげて、こちらですね、ラーメン、インスタントラーメンですね、をもうダイレクトに込みます。ちょっと汁を吸ってほしいんで、じゃあこの状態でちょっとね麺に火が通るまで煮立たせたいと思います。でそうだ、忘れてた、みんなこのね辛いやつは後でね、もうその辛さ調節で後出しでいいんですけど、この火薬だけはねもったいないんで全部入れとこうかなと思ってます。せっかくなんでね、唐辛子とかも入ってるんで、これで若干の辛み足せるかな。で軽くほぐし終わって、まだね全然火は通りきってはないんですけども、そしたらここに最後ねこの麺の上にチーズ、ちょっとねスライスチーズにしようかなとも思ったんだけど、やっぱチーズは絶対たっぷりの方が美味しいかなと思って、チーズをたんまりのせます。でそしたらね最後蓋して、このチーズが溶けてニラもねもうちょっと軽く火が通ったら完成なんで、最後じゃ蓋してチーズが溶けきったら食べていきたいと思います。じゃあ実食していきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。チーズがいい感じに溶けております。やば、ちょっとじゃあ貸して。ちょっとお腹がもう好きすぎてさ、チーズ見てみんな多分溶けるから、あ、わかんないやば、熱いよ、そんな横にしたら全部汁が、それやばいよ、大丈夫大丈夫。結構味見した段階ではねそれなりに辛かったんだけど、うん、まあ結構野菜入れてから少しはね、マイルドになってると思う。熱いうちに食べてみて。ちょっとまず麺からいこうかな。うん、ね、長すぎ、飛んだらごめんね。やばい、うまっ。ネギがまだシャキシャキで、うん、で麺が今ちょうどいいぐらいだと思う。ほんの少しまだちょっと芯が残ってるっていうかさ、ちょっとコシがある感じ、いいね。この麺ってでもあの多少伸びてもね、うん、美味しいよね、辛ラーメンの麺って。うん、これ箸が取っちゃったらこっち早いかもしんない、麺は。うん、いただきます。じゃあうまっ、いただきます。ちょ、麺から早速、じゃあすごいチーズが、見て、だいぶそれでマイルドになってるけど
普通にまあ辛いのは辛いよ、それなりに。やばいよね。うわ、これすごいね、これめっちゃうまいわ。今まで食べたインスタント麺の中でちょっともう圧倒的かもしんない。ちょっと俺も麺を自分で盛らせてもらうね。うん、2人だからね。ほんだらごめんなさい。うわ、これチーズうまい。チーズがうまい。あとソーセージめっちゃうまい。みんなこれマジでうまいわ。あのジャンクフードだけど、もう最高峰のジャンクフードだと思う、ね、マジでちょうどいい。あの本当にあのチーズがあるんで、うんうんうん、あのマイルドになって熱い、あの辛いんですけどマイルドになっててちょうどいいです。でここでもし辛さを足したい場合はこのね辛ラーメンの粉末スープをちょびっとかけてあげればいいんで、うん、ちょっと僕挑戦してみますね。はい、少量にしとくわ。これ夏絶対いいわ。熱い中、うん、辛いものを食べて汗をかくって最高だと思う。走り取っちゃっていい？いいよもう。豚バラがマジでやばい、みんなやばい。いい、もうあっという間に食べ終わるやつだと思う。あ、なんかもう癖になる味だよね。ただ辛いんじゃなくてもういろんな味するから。スープの辛ラーメンのスープの素うまい。うまいよね、辛ラーメン俺好きなんだよね。うま辛。これ後でご飯入れよ、こうちゃん。うん、炊いちゃったご飯。これはやばいわ。これリゾットにしたのも最高だね、うん、ということで本日はですね、あのチーズたっぷりのねプデチゲをねこうちゃんに作っていただいたんですけど、本当あのジャンクフードの中で多分ほんと最高峰にうまいと思います。美味しいインスタントラーメンの食べ方ナンバーワンかもしれない、ね、そうだね。これほんとおすすめです、はい、あの特にあのやっぱウインナーとかこのお肉系豚バラにこの味めっちゃ吸っててすごく美味しいのと、あとこうちゃんの作り方だとあのネギとかがシャキシャキしてるんでネギもシャキシャキしたままで美味しいし、まあ、あとはもう本当に一番はこのチーズのとろけた麺、それがこれが本当圧倒的に美味しいです。めちゃくちゃ超おすすめです。で、はい、食べ終わった後は、終わった後はねまだお腹に余裕があればぜひあのご飯と一緒に食べてもらいたいなっていう感じですね。はい、はい、ということで本日は以上になります。もう暑い寒い日だけじゃなくて暑い日もね辛いのって本当にねあの美味しいと思うんで、はい、ぜひぜひ作ってみてください。この後食べるんですけど一応ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね、バイバイ。